やっていきますね。まずアルカリです。私のガチ検査を見ていただいていると思うんですけど、皆さんはですね、上全然検査してください。OB の方が検査楽しいです。エクステリアリペーラーで拭いただけ。
ゃタイヤやってきます。タイヤがですね、もう大人気のデターナーのタイヤワックス。最初はですね、こっちスポンジ新しいんでちょっとドバッと出しました。これは樹脂トリムコート材ですね。私たちの洗車だとこれもこの内側のプラスチック、ここのツヤ出しを行います。ここ黒いといいですよね、タイヤが締まって見えるので。で、僕らはあの洗車屋さんやってますから、あの繰り返し来られる場合、1回目にこれ塗っとくとですね、2回目汚れめちゃくちゃ落ちがいいんですよ。はい、私たちのツイッター見てもらえると、あのどこどこさんのとかいろいろ言ってますから、はい、情報を取ってもらえるといいです。ありがとうございました。いや、いい汗かきました。ありがとうございました。これがですね、普段私たちがやってる洗車で、多分今時計見て12時ジャストだったら拍手してもらっていいですか。今何時ですか。57分。ありがとうございます。もう3分早かったですね。はい、ありがとうございました。次はテールガックさんが催し物やりますので、ぜひ見ていってください。はい。じゃあ、もしですね、愛知に来ることありましたら、クラスへお立ち寄りください。ありがとうございました。どうも、クラスさん。ありがとうございました。